こんにちは。今から、ちーさんとガリチブヤジ入ってくると思うんで、もう少々お待ちください。今ちょっとコメント打っちゃいますね。もう少ししたらガリチビオヤジとちーさんが来ると思うので、それまでもう少々お待ちください。ありがとうございます。ケンタさん、ありがとうございます。もう少ししたらちーさんとガリチブヤジが来ると思うので、もう少々お待ちください。今ちょっとコメント打ちます。質問コメントバシバシ、質問コメント、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。もう少ししたらガリチビとちーさんが入ってくると思うので少々お待ちください。バシバシくださいと。でこれをコメント固定で、部活今なくて最悪です。マジっすか。あ、まあそうだよな。ガリチビたちもまだ練習再開できてないですね。もうちょいしたらガリチビと、ガリチビ親父か、ガリチビ親父とちーさんが入ってきてくれると思うので、これどうやって刺せばいいんだろう。これでいいか。別に送信、今2人に招待を送ったので、多分そのうち入ってきてくれるかな。あ、ちーさん来てくれましたね。招待しますね。あとはね、メッセージとか連絡取ってるんですけどね、こうやって喋るの初めてなんですよね。もう多分ガリチビオヤジも入ってくると思うので、そしたらバシバシコメント質問とかしていただけると嬉しいですね。3人揃った時点で今されても俺答えられないかもしれないんで。あやばい。どうもお疲れ様です。これちーさんすかです。おぉ、どうもどうも、お疲れ様です。よろしくお願いします。ちーさんとはあれですよね、メッセージとか動画でコラボとかはしたりはしてるんですけど、こうやって喋るの初めてですね。そうですよね、よろしくお願いします。いつもお世話になってます、本当に。いや、とんでもないです、こちらこそもう少ししたら多分ガリチブヤジも入ってくるんじゃないかなと思うので、ちょっと待ってガリチビ親父の嫁は見てるんだよな。あ、じゃあ多分もう、はい、入ってきてくれればって感じですね。ケンタさんとガリチビ親父さんは、はい、結構おうち近所なんですか。あ、離れてるんですよ。あ、そうなんですね。静岡県なんですけど、はい、伊豆の方、熱海とか、はいはいはい、とかの方がガリチビ親父で、俺は本当限りなく愛知県寄りの浜松。ああ、高速で2時間ぐらいかかるぐらいですか、ね、結構離れてますよね。へ、なんガリチビとかとも実際あんま会ってないんですよね。なんか結構動画とかで一緒に遊んだりしてるね、動画とかあったんで。そうです、たまに遊びに行って取りだめするみたいな感じですかね。あ、そうなんですね。普段は、はい、動画送ってもらってみたいな感じですね。あ、そっかそっか。いや、なんかよくお会いしてるもんだと勝手に思っちゃってて。そうなんですよ、全然ですよ。3ヶ月、2、3ヶ月に1回会えればいいかなぐらいな感じなんですけど。あ、そうなんですね。ちーさんはあれっすよ、ジムでよく撮ってるじゃないですか。あ、僕でもほとんど自宅が多いですよ。あ、本当ですか。ああ、質問も。はい、もう背景でもうごまかせるんで。ああ、なるほど。もう散らかってるのをあれでこう、もうシャッターで。
あのなんかジムで撮るときもあるじゃないですか。はいはいはい。あれは、ちいさんのジムなんですか？僕の、はい、一応、ジム、あ、ごめんなさい、ちょっと顔が。あ、消えちゃった。またちょっと誘いますね。まだちょっとガリチブヤジと3人揃ってないんでね。少々お待ちください。今一回ちいさん入ってきてくれたんですけど、ちょっと今落ちちゃったんで。また2人を誘いますね。早く3人揃ってほしい。ガリチブヤジは来ないな。ちいさんって背景なんだ。確かに。ガリチブヤジは来ませんね。あれ、また落ちちゃった、ちいさん。ちいさん。いや、ガリチブヤジさん、時間をお願いしますね。ちいさん、さっき入ってきてくれたんですけど、ひろきさん来た。あ、ひろきさんってあの、コービーを愛する男ですよね。ちょ、今、ちいさん落ちちゃったんで、また、やりますね。今入ってきてくれると思います。あとはガリチブヤジが揃えば、来ましたね。ちょっと待ってくださいね。ガリチブヤジも今、来たんで。いけましたね。あ、大丈夫ですか？電波？なんか電波ちょっと悪いですよね。マジですか？なんかちょくちょく、あの、声が途切れてるんですけど。あ、俺の。俺はライブのアーケード見てくる。あ、来た来た。あ、来た来た。お疲れ。大丈夫？ちょっと待って。今、この声が途切れてます？今、ちょこちょこ途切れてますね、こっちは。なんでだろう？聞こえればいいですね。今どうですか？あ。今全然聞こえてます。聞こえてます。あ、っていうか、またガリチベラジ落ちちゃいましたね。あ、すごい。25人も見てくれてる。今、ガリチベラジを誘います。ガリチベラジとはちいさんは、あんま関わってないですよね、まだ。そうですね。なんか、ちょっと DM とかコメントとか、動画上の。どうですか？はい。ママ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちいさん、はい。みんなごです。はい、ください、二人で。みんなごです。みんなごです。おいっ子っていうのかな、親戚です。親戚です。ちいさん、はじめまして。お疲れ様です。お疲れ様です。いつもお世話になってます。投稿を拝見させてます。ちょっと、あ、やっぱ声途切れると、声が途切れちゃうんですね。たまに何言ってるか。なんでだろう。3人でやってるからかですかね。僕もインスタライブやったことないんで。そうっすね。最近やり始めて。ガリッチビオヤジは聞こえてる？聞こえてる、聞こえてる。本当に？ちょっと途切れたりするけど、一応でも会話はできるぐらいのレベルかな。あ、でも僕もそんな感じですね。なるほど。途切れ途切れだけど、まあ基本は聞こえてるかなと。じゃあ、あれ？落ちた？まあ、じゃあ雑談しながら。ね、そうですよね。はい、コメントをいただければ、それを拾っていく感じで、過ごしましょうか。そうですね、なんかいろいろね、こうコメントとか、質問とかあったら欲しいですよね。そうですね。ガリチビオヤジ消えた。オヤジさん来た。これ、3人とも、コメントは見れるんですもんね。今、そうですね。見れてますね。そうですね。コラボするとき途切れます。了解です。あ、いいですね。同じコメントが見れるっていいですね。
それなんですよね。しかも、この視聴者さんと誰とでもコラボできるっていうのが、インスタライブは。なんか TikTok そんな感じでじゃなかったですよね、ライブは。ライブは1000人以上フォロワーいないと多分できないんですよ。あー、なるほどですね。はい。なんで、この3人の中に入ってコラボしたいっていう勇者がいたら、リクエストくれれば。承認しますんで。はい。そういう亡者がいてもいいですよね。よろしくお願いしますね。よろしくお願いします、皆さん。早速1個来ましたよ。TikTok の伸び方を教えてください。ああ。聞きたいな、逆に俺も。いや、これ僕も、でも、今、ケンタさん一番伸びてるんで。いや、でも今、最近なんですけど、クオリティの低い動画を上げすぎて、AI に拡散されないっていう現象。おすすめにあんまり出てないって感じですか？そうですね。全然再生数がいかないから。それでもいいな。あ、宇宙スラブ？いや、で、室内行く？室内で一回、会話だけ一回。ごめんなさい、今ちょっと途切れちゃって、もう一回ですか？チーさんの動画最近なんかめちゃくちゃ、もう。いや、でもなんか波がすごい激しいですね。たまに何十万行ったりとか、本当に数万で止まったり、何千とかで止まったりとか。やっぱ何なんですかね。よく聞くのはやっぱりその、動画のね、はい、その最後まで見てくれる視聴維持率みたいなのは大事みたいなのはよく聞きますけど。なんかコメントが多い動画だとやっぱ再生数もいくような感じはしますよね。あ、それはありますね、確かにね。そうですよね。なんで維持率と、あれまた声が途切れてるの。大丈夫ですか？あ、今聞こえました。あ、本当ですか？はい。維持率。維持率とコメントといいねと、うん、みたいなことはよく聞きますね。あー。逆に。ねえ。インスタ。でかいやつやろう。すごい。すいません、ちょっと抜けてて。もう一回いいですか？すいません。全然会話の内容もわかんなくて。はい、全然。逆に。インスタの方は全然怖い。わ、ごめんなさい、めっちゃ途切れてるっすわ。なんでだろう。今どうすか？今も途切れ途切れですね。でも Wi-Fi のインスタ。虫の声とかめっちゃ聞こえてるんですけど。え、マジで？ケンタさんが。今これ。ヨーグルト、ねおめえはよ。だってあのでかいやつやってくんないか。ケンタさんの声が完全に死にました。あ、死にましたね。ですよね。やれるから言ってんの。いつもでも結構、会話はできるんですけどね。あ、聞こえた。今、これって途切れた。ちょっと聞こえるっすけど、ちょっと途切れてます、ね。電波の問題なのか、インスタの問題なのか。一回お兄がやり直ししてみれば。確かに。今聞こえる？今聞こえる。今聞こえます。やっぱ Wi-Fi の方がいいんすかね。今 Wi-Fi っすか？俺かな、はい、俺が野外だったからかな。今ちょっと家の中入る。すいません、ガヤガヤしてて。よいしょ。TikTok の伸び方っていうことで。そうですね。はい。やっぱ一貫性ってのはやっぱみんな言うじゃないですか。あ、それはでも、そうですね。間違いないですよね。なんで、その動画がバズってもフォロワーにはつながらないみたいなね。一貫性が。そうですよね。確かに確かに。見てるとやっぱちいさんの投稿はやっぱまあ一貫性やっぱがっつりあるから、たまになんか瞑想してるやつあるけど。でもね、もう
なんか、あの、思いつきで、なんかその、やりたい。なんかやっぱりおすすめの方も見ちゃうんで、海外の人のとか見て、あ、ちょっとこれやりたいな、みたいなとか。そうなんですよ。やりたいやつとそのなんか、やっぱね、求められる。ちょっとね、違うんですよね。でも、キーさんとこう、面白いですよ、本当に。あ、本当ですか？ありがとうございます。あ、ごめん。あと、ためになる投稿が多いんで、NBA 話とか。ああ、ありがとう。そう言ってもらえるとめっちゃ嬉しいです。すごい興味ます。でも、たまにインスタコラボしてるコメント見れなくなる時があります。拾います。確かに。なんか、話が楽しくなっちゃって、コメント欄を、前出し。あ、じゃあ行きます。じゃあお二人に質問です。はい。女子でもシュートはワンハンドの方がいいと聞きますが、変えた方がいいですか？じゃあまずチーさんからお願いします。お、僕からですか？はい。女子のワンハンドシュートについて。まあ今現在その両手のうちで、まあどれぐらいやってるかにもよると思うんですけど、片手の方が、バスケットのプレーの幅は絶対広がるかなとは思います。で、今の、なんかその女子の選手とかでも、その、距離のあるスリーポイントは、なんかその両手で打ってとか、やっぱりミドルシュートは片手で打ってっていう使い分けてる選手もいたりとかもしますし、そうですよね。やっぱりこう、動きの中で、両手打ちって基本的に正対しないと、やっぱり力の伝え方がブレるんで、あの激しい中で毎回きっちり正面向けるかっていうと、まあ、やっぱり難しかったりは、まあ慣れもあると思いますけど、僕はちょっとそういう考え方ですね。なるほど。できればワンハンドの方がっていう。あっすね。ガリチブライスさんはどうですか？これも、今、チーさん言ってくれたことと全く一緒です。本当かよ。そうですよね。僕もすごくそうなんですよ。何個かこうキーポイントを出してくれてたけど、最後のその正対するかしないかっていうところが一番重要なのかなとは思ってます。そうですね、そこは大きいですね。この差だ、そこの差がもうめちゃくちゃでかいんで、そこで、ちょっとその どの年代ぐらいからもうワンハンドに取り組んだ方がいいと思います？ミニバスからやった方が俺はいいと思いますけど。まあ、同じくです。体的には別に可能なんですかね、ミニバスの女子でも。全然可能です。あ、可能なんですね。はい。じゃあそうですね、早いうちからやった方がいいですよね。そのもともとシュートの、その体の使い方とか、そのまあ、膝とか、に溜めたその力を、その、きちんとその、ボールに伝えて、リリースができてないから、まあ、片手で届かないっていうだけなんで、結局、両手打ちじゃないと届かないって言っている子も、結構その、まあ、手打ちっていうか、両手だから届いてるっていうだけになっちゃってるんで、なんで、両手でもブレやすくなるんですよ、手打ちになってると。これワンハンドの方がいいのはいいかなとは思いますね。海外行くとね、やっぱりワンハンドってか基本ですからね。今現状そのミニバスの女子はでもやっぱツーハンドで教えられていくのかね、方が多いのかね。どうなんですかね。僕はまあバスケットボールスクールのコーチをさせてもらってるので、結構現状まあミニバスをやってる子がプラスアルファでそのバスケットしに来るんですけど、まあ、両手の子もいれば片手の子もいたりとかっていう風な、バラバラなので、なので、あんま強制はせず、その、両手で打ちたい子は全然両手でっていう感じで、教えてますし、はい。片手の子は片手で。ちーさんはその小学生から、どの年代までをスクールしてるんですか？僕、コーチしてるスクールは、小学生と中学生があります。はい。いろんなところからその
コーチング受けに来るってことですよね。いろんなチーム、学校から。あ、まあそんな感じですね。そこのまあスクールに入っていただいてっていう感じで。で、いろんなこうクラス、何々クラス、何々クラスっていうのがあるので、まあ、そのクラスに応じてちょっと内容が変わったりとか、ドリブルクラスとかシュートクラスとかそういったのがあるので。今ちょうどガリチビ親父が、はい、そのガリチビが小学校6年生で中学も来年上がるってことで。はい。今まだミニバスのチームしか持ってないんですけど、そのアンダー15くらいまでやっちゃえばってみんなに今言われてて。ああ、いや、すごくいいですよね、そういうの。ね、本人はどんな感じなのか。俺？うん。そう、だから、本当はね、アンダー15やりたいんだけど、そうなるとスタッフの数がちょっと足んないのかなっていうのと、やっぱ労力と時間が倍ぐらいになっちゃうから、そこだけはやりたいはやりたいんだけど、体育館が倍になるし、ね、分時間は増えちゃうんで、そこだけかなっていう。ただ実際のバスケ業界は結構そういう、なんて言うんだろう、そういう問題、まあ俺が言ったような問題で、アンダー15まで手出せないよっていう人たちが結構多いとは思います。本当、体育館の確保とかってこと？体育館の確保と、あと指導者の人員確保っていうのかな。まあ、確かにな。うん。Cさんは今、そのバスケ系、バスケ関係の仕事一本で、やってるんですか？いや、他にもその、ちょっと出張で、トレーニングとかの指導をしたりとか、そういったのもしながらですね。で、あとその自分の、平日週5回クラスがあるんですけど、週末になんかその特別レッスンみたいな感じで、スケジュールを入れ込んだりするので、普段僕が見てないそのクラスの子とかが、まあ内容とかをホームページとかで見て、受けに来てくれたりとか、まあそう、ちょっとプラスアルファでもっとこの内容だったらやりたいみたいな子が週末に集まったりとかっていうふうなことはしてます、ね。今、ちょっと話変わっちゃうんですけど、今日の5時ぐらいに DD さんのライブに入ったんです。あ、はい。それで、にも声があるんで、入ってこれるに来てくださいっていう、参加し、ぜひ参加してください。今日 DD さんさっき言った？うん、あ、今見てくれてる。呼びますか？そう、だから D さんが来てくれるんで、ぜひ入ってくださいなんていう話をしたんです。今 D さんに送りました。ただなんか用事っていうか予定もあるみたいだから。ああ、全然入りますとは言ってたんで。あ、却下されちゃいましたね。今忙しいのかな。こんにちは、こんにちは。ガリチビのお父さん手を挙げてくださいよって。はい。これがガリチビさんです。コメントをね、拾わないとね。今部活でおすすめな自主練教えてください。あ、ディフェンスダイナーいるって言ってなかった？今部活がないので、今部活がないのでおすすめの自主練をください。ああ、自主練か。ちょっと見たい。はい、使わなくてもいいってことです。あれ、これ僕からですか？あ、お願いします。そのスキル系はもう、ちいさんとガリチボヤジに。いや、でもなんかこれは僕の考え方ですけど、なんかその、もう自主練に至っては、その、自分にしか分からない得意、不得意とか、そういったものがあるじゃないですか。うん、はいはい、だから、そう、得意なところを、まあ、伸ばすところにフォーカスするのか、苦手なところを今のうちに、克服しようと思うのか。っていう、まあ、その最初のそこの
判断っていうのもまず一つ大事だし、で、なんか、単純になんかその、あ、このメニューおすすめだなとか、おすすめされたから、それを、その、やるっていうよりかは、何のためにそれが必要なのかとか、それがどういう体の動かし方で、どういうふうにその理屈というか理にかなった動きなのかとか、そういう、なんかその、もうちょっと入り込んだところを意識しながら練習した方が、どの自主練でももっと身になるのかなとは思いますね。確かに、それ思いますね。結構やっぱその、どういう練習がいいですかとか、やっぱ多分みんな質問来ると思うんです。やっぱその人に、人それぞれ違うから、このやっとけばいいよっていう練習をなんか教えてあげるって難しいですよね、実際見てないと。そうですね、なんかうちのそのスクールとかでも、まあ、特に小学生とかも中学生でも多いんですけど、じゃあ例えばこういうドリブルから、ジャンプシュートをして、じゃあ10本シュート10本インしましょうっていう風なそのメニューを与えると、最終的になんかね、シュート10本を決めることが目的になっちゃってて、その前のドリブルとか、ドリブルからそのジャンパーまでがスムーズかとか、なんかそういったのが全然その本人意識できてないんで、形だけただやってるみたいな。練習だけだって試合で使えないってやつですよね。そうそうそうなんですよ、そうなんですよ。そうなんですよね。練習めっちゃこの子すげえ上手いのに、このドリルやらしたのめっちゃ上手いのに、なんかあれ試合で全然発揮してないみたいな。なるんですよ。その辺の意識大事ですよね。確かにな。あ、もう一個来てます。スクールのコーチになるために何か試験とかって受けるんですか？あ、いや、別にスクールとかは全然そういう試験とかはないですよ。そのスクールに関しては。自分がもし自分でスクールをしたければ自分でスクールを立ち上げたりして生徒を集めればいいだけだし、でもし知り合いの人がそのスクールのコーチをやってるんだったら、ね、自分もそこでクラスを持たせてもらったりとか、アシスタントで入ったりとかっていう、まあいろんな形がありますし、全然全然そういう。そうですね。ガリチブラジは監督をミニバスのチームの監督だから、その審判の資格とか必要なんだっけ、監督になるには。まあ、みんな帯同審判が基本なんで、チームから出さなきゃいけないんで、まあ、よほどスタッフが集まってない限りは、D 級審判までは間違いなく必要です。プラス、コーチの D 級ライセンスかな。うん。JAVA が取り決めた、コーチとしてのライセンスも必ず必要です。スクールコーチはその試合とかをやらないから別に資格とかは別に必要ないってことですよね。まあそうですね。で、今そのうちのスクールの代表もまあ検討中ではあるんですけど、そのチームとしての活動をその組み込むか組み込まないかっていうのをまあ迷ってはいるんですよ。でそうなると、なんかまあ、クラブリーグ、クラブチームのなんか登録みたいなのが、そのね、アンダー15とかでも必要だったりするので、まあそうなってくると、いろいろまた、なんかその申請とか資格っていうのがまた別で必要だとは思うので、今現在はもうそのね、皆さん中学とかミニバスがあって、で、プラスアルファなんかそのね、塾とか公文を受けに来るような感じですよね。ツールは、はい。あ、DD さん、お疲れ様ですって来てますね。DD さん、今入れ、俺、コメント全然出てこないんだよね。あ、そう、それ一回抜けて、また入ると復活するよ。それか、あれか、主催じゃないから見れないかな。関係ない、関係ない。あのね、一回抜けてまた入れば復活する、多分。一回抜ける？一回抜けて、じゃあ来るよ。うん。DD さん入れませんかね。こんにちは、こんにちは。好きな NBA チームはどこですか？あと選手だと誰ですか？チーさん、お願いします。はい。好きな、ですか？好きな NBA のチームと、はい。好きな選手は誰ですか？難しいですね。チームは僕特になくて、はいはい、はい。なんかその選手、その選手をなんか見て応援してたりとか、なんか楽しんでる感じがほとんどなんですよ。はい。これ好きな選手って今現在ですかね、もうその歴代でですかね。
歴代と現役にしましょうか、じゃあ。僕、歴代だったら、アイバーソンが一番好きでした。はい。僕は、もう、ドンピシャでその世代だったんで。俺も、高校とか。すごいですよね。バスケ知らないやつも、アイバーソンのユニフォーム着てましたもんね。フィラデルフィアの、ユニフォームがその当時めちゃくちゃかっこよかったですよね。かっこよかったですよね。黒赤かな、黒赤金かな、黒の青い用のあのユニフォームがやっぱ群を抜いてかっこいいなと思って、ダイバーソンなんかまたオーラありますからね、そのなんかスター性というか。確かにコービーみたいなね、あの王道じゃないあの感じのちょっとやんちゃなね。逆に質問で言うと、ちーさんは今年どこが優勝すると思います？2022シーズン。僕個人的にはレイカーズかなと。まあちょっと思いもあるんですけどね、ちょっと優勝してほしいなっていう、はい。でも俺も全くそうですね。もうやっぱレイカーズに優勝してもらいたいなとは思ってて。そうですよね。でも どうなる？なんか今の時代に反してるじゃないですか。多分そんなガツガツ走れないだろうし。でもいけちゃうんですかね。まあ問題ないと思うんだけどな。まあ一回もうレブロンなんか結果出したりもんね、レイカーズでね。そうですよね。多分レブロンと AD が健康状態がちゃんと整ってて、なおかつガスがいてテンポを上げてなると、多分優勝した時と同じぐらいまでは全然強いかなっていう。ロンドも、ハワード。ロンド大きいっすよね。やばいっすよね、本当に。ロンドはちょっと大きいっすね。あとは、エヴァー・アリーザ。あと、そう、あとディアンドレ・ジョーダンの。ディアンドレ入るのかな。もう決まりましたよね、確か。あ、そうなんですか。ネッツに一回一瞬行って、ディアンドレはネッツにいたから、ネッツに行って、もうトレードされたんじゃなかったっけ、レイカーズに。いたじゃん。うん。だから、そこから映ってんじゃないかな。うん。僕はコービー・ブライアントしか知らないですね。確かにな。最近のスーパースターっつったら。ん？見える。コメント見える。見える？見えるようになった。こんばんは。Cさんを日本一愛する男です。Cさんの俺投稿マジ好きっすもん。いや、ほんと、ほんと綺麗やな。ありがとうございます。いう投稿がやっぱ多いですね、ちーさんの場合は。ああ、本当ですか。はい、勉強になるっていうあれが多いっす。ありがとうございます。じゃあそう言ってもらえるとめっちゃ嬉しいですね、うん、あとはちーさんがうまいっていうね、うまい。はい、いや全然ですよ、全然ですよ。もう周りの人がもううまいって。いやいやいや、分かる人は分かりますよ多分。分かる人は多分分かると思うんです。なんか前に DD さんと、TikTok の方でなんかライブでコラボしたときに、はい。Cさんの話になって、だからCさんその昔フリースタイルのバスケで完璧だったんだよっていう話を聞いたんですけど。あ、そうです。昔大阪老朽会っていうチームがあったんですけど。名前だけ知ってますね。あ、そうですか。そこでなんかまあパフォーマンス、まあ要はまあフリースタイルですよね。はい、それをなんか、よくやってて、で、僕個人的にも、コンテストみたいなのがあったんですけど、その時のなんかちょっと関西大会っていうのを一回だけ優勝したことがあって、もう、あれですか、大阪大会っていうと、菅コーチとか。あ、そうです、そうです。隣の奈良で菅はどうやってます。はい。スキルエレメンツですよね。はい。スキルの人だったり、あと、カゴの、あ、そうです、カゴの丸もそうですね、大阪同級会です、超一流どこじゃないですか今。
指導者としての。へえ。もうそういう感じになるんですかね。なんでだから、現代バスケ、日本で、今まで取り入れてなかったようなドリブルスキルと持ってる人たち、はい、やっぱりな、そういうのが教えられる指導者、間違いなく。なんで最初にマルコーチとかがそのカゴを立ち上げた時とか立ち上げる前とかはそのまあ僕とかも含めてですけど、まあ、チーム全員で協力したりとかしてたので、なんでそのいろんな小学校のクリニックとか僕も一緒に行ったりしてましたよ、マルコーチと。チーさんそこでなんすね。そうなんすね。俺よく詳しくないんだけど、それすげえ、はい、やばい。いや、やばいやばい。そうでもないと思いますけどね。大阪老朽会のスリーバイとかそのフリースタイルをあんま見たことはないんだけど、実際。YouTube 探れば多分あるとは思うんだけど、ただ、マルコーチとマルコーチの、うん、評価がもうに今日本全体ですめちゃくちゃ高いから、やっぱ昔の指導者が教えられないことを教えてるからさ。あ、でもそれはあるかもしれないですね。だその辺がやっぱ、うん、だイズムとして、うん、やっぱちいさん、あ、だからちいさんなんだっていうのは分かる。なるほどね、うん、だからこそのちいさんっていう、やっぱそこからの母体の、やっぱその大阪老朽会ってみんなそんなに今名乗ってないかもしれないけど、みんな独立しちゃってこう。Gさんにしても、マルコーチにしても、観光地にしても、うん、でもやっぱり最初はそこなんだなっていうのが今すごく納得しましたね。まあでもちょっとみんなで楽しくワイワイしてたのと、あのまあちょっと周りに恵まれたっていうのはあったと思いますね。僕の今その大阪でスイッチバスケットボールスクールっていうところでコーチさせてもらってるんですけど、そこの代表もあの元その大阪老朽会のメンバーなんですよ。で多分ね、経歴で言うとその人が一番トップで、全日本ジュニアの副キャプテンをやってたんですよ。ああ、多分僕ら世代だと志村とか、はいはいはい、シシドとかあの代ですね。仙台です。仙台の志村。あ、そうです。で全日本ジュニアは仙台の志村が、キャプテンで。で、そのうちの代表の金子が副キャプテンで日本代表やってたんですよ。なんで、まあ代表からも、まあいろいろ、あの、いろいろお話とか聞かせてもらったりとか、まあチームメイトなんで気がね、気軽にですけど、いろいろまあ話もね、勉強もさせてもらってますし。メイト仲良くし、今ライブ、そういうこと。ガリチビ。いつも参考にしてます。1対1してみたいです。ありがとうございます。いいっすね、そういうの。いいっすね。でもガリチビ1対1弱いっすよ、マジで。マジで弱い。そこは自分とも共通点っすね。それは試合の1対1と試合の方が全然強い。試合の方が強いってことだよね。いや全然強い。まず誰が1対1で対峙して、バスケットボールの競技とはまた違う1対1をしたときに、出力はまず保てないっていうのが、まず1個の、一番で、ちょっと、だから、その中でやらしたところで、めちゃくちゃ格下、まあ言い方悪いけど、格下の子にも負けちゃうから、では、それがガーンってなるんで、まあ、闘争心の部分だけかなとは思うんだけど。なんか、ブリーナーから来てる。全く別物ですよね、やっぱ試合の中の1対1とね、普通にやる1対1は。だから、今やってるその1対1のバトルみたいなのとかを、あんまり競技でやってる人たちは、あんまりフューチャーしすぎるとどうなのかな、そこにこだわりすぎる時間があるんであれば、もうちょっとチームの中での流れの中で1対1を学んだ方が早いのかなとは思うんですけどね、成長としては。あ、それはありますね。
あんまこだわりないです。負けても全然悔しい思いは、自分自身、親としても、コーチとしてもあんまりないですね。センターをするのに一番鍛えた方がいいスキルってありますか？ステップワークですね。C さんの前に言うのは申し訳ないですけど、俺ステップワークだと思うんですけど。ペイントエリア、ペイントエリア付近のこと？フィジカル。C さんはどう？いや、でも僕も一緒です。どちらかというと、そのステップワークとか、がすごく大事だと思う。僕とかオラジュアンとかもものすごく勉強になる選手だと思ってるんで、あの狭いエリアで体だけぶつかるのもしんどいですし、1試合と1試合で通してね、考えると。でステップワークをうまいこと使うと結構動けるんですよね。あの狭いエリアの中でシュートを打てるスペースが結構探し出せるんで、でそれができずにタフショットを打つ中学生とか高校生がどれだけいることかっていう。ああ、確かに。ラジオのステップは今見ても全然勉強になりますもんね、普通に。すごいですよね。逆に実際にやってる人たちっていうか、やれる、ないでしょ。ないない、ちょっと途切れした、今。今の時代でもさ、オラジュアンのあのステップワークをできる選手なんていうのは本当に一握りいるかどうかっていうレベルだと思うんだけど、確かに確かにそうですね。少ないです。もうなかなか見ないですね、そういう選手。なんかレブロンがオラジュアンとそこ行ったり、はい、で学ぶぐらいなんで、やっぱり超一流なのか。すごいですね。時代的にもなんかそういう選手も、なんかそういう系の選手もあんまいないですよね、今。少なくなっちゃったっていうか。今センターっていうセンター少ないですよね。もうそうっすよね。外出るし、スリー打って前の時代ですもんね、今。パワーフォワードがもうセンターを兼ねてるか、パワーフォワードが2人みたいなチームが本当に増えたなとは。そうですよね。だからなんか、たまに B リーグとか見に行ったりもするんですけど、その B リーグって、やっぱゴール下って外人ばっかじゃないですか。そうですね。だからなんか一人日本人で、あのペイントエリア付近でステップで外人をぶっ倒せるような日本人がいたらめちゃくちゃ面白いなっていつも思って。そんな日本人いたら激アツですね。でも、現状一人もいないじゃないですか、日本代表クラスの選手でも。いないですね。だからなんかそういうなんか、まあ、ゴリゴリじゃなくていいんですけど、そのステップワークでいなしちゃうみたいな、日本人のスーパースターが出てきてくれたら嬉しいなとか思うんですけどね。本当それは思いますね。なんかあと、そうっすよね。うちの代表もまあ、そのセンターだけじゃなくて、やっぱり大きい子って貴重じゃないですか、特に日本だと。はい。で、小学校、中学校でも、ある程度大きい子ってなんかその、ドリブル練習がおろそかになってる子とかって非常に多かったりするんで、はいはいはい、やっぱり、この間のオリンピックもそうですけど、190センチの日本人ガードが普通にその、ボール運んで、もうガンガンドライブできてっていうような選手がやっぱり何人、もっと現れてほしいなとはめっちゃ思いますね。ああ、まあ確かに、そうっすね。はい、でも、どうなんすかね、俺、あんま田中大輝、はい。田中大輝190くらいある。でも、ある程度ポイントガードじゃないはずですよ、それもともとは。まあ、そうっすね。代表でポイントガード。あ、いいよ、青いの。多分、言っちゃ悪いですけど、ラマスヘッドコーチいたじゃないですか、日本代表の。はい、日本人の中から、その、多分ね、ものすごく選択肢が少なかったと思います、代表選ぶ。なんで、田中大輝、ちょっとタッパーのある田中大輝で、まあね、多分2番、3番だと思うんですけど、ちょっとボール運びができるようなちょっとスキルをやらせてっていうような感じだったんじゃないのかなとはすごく思いますね。見ててヒヤヒヤしましたもん、田中がボール運んでると。
ただやっぱボール回すだけみたいになっちゃってる時間帯とかもワクワク、はい、この富樫がボール持ってたからなんかワクワク、そうですね、感じですよね、本当に。でもやっぱり富樫が出続けるのも怖いところはやっぱあるんですよね、うん、ディフェンスとかいろいろ考えると なんていうんですかね、そのラマスヘッドコーチの考えとして富樫のアグレッシブなペネトレイトとかを許容してないですよね、多分。あ、それは確かに伺いましたね、うん、だからやっぱりなんか見てても富樫のプレーもつまんなく感じちゃったんですよ、その代表戦に関しては、うん、B リーグだともっともっとガンガン行ってんのに、まずその行こうとする姿勢がチームとして持てなかったから、多分富樫選手も、うんうん、なんかそれが残念で、多分そういうポイントガード像を多分富樫に当ててないから、うん、良さを出すんであればもっとガンガン行かせて中割ってから外来るとかっていうことをもっと毎回のようにやってもいいのかなとか、ピック読んで自分でず、割ってから何かをやるとかでもいいのかなとか。あ、ピエさん来ましたよ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はじめまして、リリーさん、ありがとうございます。すいません、僕と最初から入ってたんですけど。ええ、とんでもないです、あれだ。DD さん、黒髪になったんだ。ね、金髪じゃないですもんね。うん、すいません。金髪じゃなくなっちゃったんですよね。いや、俺は黒髪の方がいいと思います。ありがとうございます。黒髪になりました。今、DD さん、はじめましてですよね。C さんと D さんが始めました、はい、多分初めましてだと思います。あ、そうです、ライブとかはしたことなかったんで、こういうふうにお話しするのは初めてです。はい、ありがとうございます。いろいろよろしくお願いします。お世話になってます。ありがとうございます。すごい楽しみです。すごいメンバー面白いですね、このメンバーでも僕だけなんかちょっと浮いてないですか、はい、このメンバー。そんなことない。全然ですよ。リリーさん。うん。一人だけ若さがありますよね。兄弟です。間違いない。確かに、リリーさんがダントツ若いですよね。そうです。僕22ですね、今。若い。一旦おいくつですか？はい。35です。ああ、じゃあ、俺が。俺今年で37なんで。あ、すごいですね。いや、ガガリチンゴヤジさんは僕が今35の、今年の12月で36になります。ガリチビオヤジはな、今年で35？ガリチビオヤジは今年で35。音声 33？ うん、うち嘘だよ、だって俺今年で37の俺だから34。え、5じゃなくて35じゃない。小さい45の年。うーん、もうあんま分かんない俺の2個下なんですよ、親父が。あっ、ケンタさんはじゃああれですか、レブロンと同い年ってことですか。レブロンと、レブロン38でしたっけ今年。レブロン確か僕の一つ上なんで、次37になった年です。今年37になってましたね。じゃあ俺レブロン世代ですね。竹内ジョージコウスケと確か同級生じゃないですか。あ、そうそうです、そうですよね。はい、じゃあレブロン世代ですね。そうですね、一つお兄さんだ。やばい、だいぶ年だな。好きな NBA 選手を教えてください。また来ました。 DD さんお願いします。僕ですか。 DD さん NBA 見ます？僕全く見ないんですよね。全くですか？僕全く見ないんですよ。日本のリーグも見ない。レディプロンか。そうなんですよね。日本のリーグも見ないですね。何を見て
よく。本当に見ないんですよ。ああ。でも、いますよね。そのなんか、競技がつ、まあ、見ない。本当に申し訳ないぐらい見ないんですよね。なんか。へえ。そうか、見ないならそんなに、あれか。そうですね。まあ、コービー・ブライアント選手、はい、好きですかね。僕の友達に、めちゃめちゃ好きな子がいて、はい、その影響で僕も若干好きになってるぐらいなんですけど、本当、ちょっとガチの NBA 好きの方からしたら、ちょっと失礼なぐらい、あのミーハーというか。なるほど。逆に学生時代とか目標にしてた選手とかいなかったですか？僕は、もう目の前の先輩とか、ああ、その、どっちかというとこの、なんか見てすぐ真似できる人を全部こう、コピーというか学んでいった感じなんで、その上手い先輩方は NBA を見てたんで、まあ、NBA、真似をしてる人を真似してる。そこにつなぐ。こんな感じ。なるほど。C さんの動画好きですって来てます。ありがとうございます。オリンピックを見た日本人選手とかいますか？もう一回オリンピックを見て。オリンピックを見て気になった日本人がいたら教えてください。日本人選手ですよね。それってあれですよね、渡辺選手と八村選手抜きでってことですよね。いや、別格なんで。俺は、まあ、金丸選手ぐらいかな。ああ、はい。一瞬、おってなったの。一回ありましたよね、スリーポイント。なんか、バシバシって決めた。あ、なんか連続で決めてましたね。その一瞬ぐらい。あとは町田瑠唯選手かな。ああ、そっち行っちゃいます。僕、まだなんかバスケ始めて2、3年で代表になった、多分ハーフの、はい、まあ、言っちゃ悪いですけど、その、まあ、正直上手じゃなかったとは思うんですけど、やっぱりそのセンスというか、そのちょっと伸びしろはちょっと期待したいなっていうのはあって。ありがとう。確かに。世界で。あ、いきますよ。ガリチビ君の身長を教えてください。146。146。伸びてきたね。はい、です。皆さんの好きな TikToker さんはいますか？好きな TikToker。じゃあ、俺からいきますよ。俺が注目してるのは、ナナちゃん。巨乳の TikTok。じゃあ次。ナナちゃん。へ、おっぱいしか見てないです。次、チーズ。いや、もうそういうね、目の保養大事ですからね。多分バスケ系で言ってほしい。この人は。俺は、俺はちいさんと DD さん。あっ、確かに。ずるい。ありがとうございます。それはずるいっすよ。ほんとですよ。もう、あれですね。まあ、ね、確かに面白いよ。うん、一番見てます。でも、やっぱ気になっちゃって。うん。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。二人のためになる。僕、DD さんの動画は結構僕もあの勉強させてもらってます。すごい。なかなかない視点のあれだから、勉強になりますよね、見てて。なかなかね、ディフェンスの知識がその自分の中である程度あっても、ここまで専門的に発信してる人ってやっぱ類見ないんで、面白いなんか、ことがすごい発見がたくさんあって、すごい僕勉強になってます。すごいありがたいです、それは。もっと出したいんですけど、
うん、そのなんかやっぱ人数の関係とかで、うん、なんか撮影環境が整わなくて撮れてないっていうのがあって、うん、3人必要なんですよね、撮影するのに。で、はい、待機感を抑えたりするので結構そうですね、なんかもっとちょっと変態的なところまで行きたいんですけど、解説動画がそこまで来てない。オフェンスカメラつけるの、ちょっと目の前に来てたんで、オフェンスの胸にカメラつけて DD さん、あーそれやったんですよ。あ、はいはい。ディフェンス目線とかオフェンス目線でどうなってるのかみたいな、はいはい。でも GoPro つけてやったんですけど、はい、もうダメでしたね。ブレました、ブレました、やっぱり、うん、バラエティ番組よくあるやつですよね。バンジージャンプとか。そうなんです。なんかドローンとか使いたいなと思います。あ、ドローンやる人いますよ、自分のチームに。あ、本当ですか。自分の仲間にドローンで使ってくれって仲間がいます。ああ、なるほど。でも、それかどうかなんですよ。許可を取ったりしなきゃ。はいはい。なんか、ガリチビオヤジさん、音声が途切れてる。あ、音声が飛び飛びになっちゃってるね。聞こえる？あ、聞こえる聞こえる。そっか。学生時代、ポジションはどこでしたか？自分は PF。小さな。学生時代僕センターやらされてました。小さいセンターじゃん。もう陰でずっとドリブルとスリーポイントの練習してました。なるほど。ガリチビ親父さんは、俺はこういうやつこうだってなかったですか。音声はあれだな。途切れてますね。まあ、ここすね。DD さんは、僕はディフェンスしてました。一番ポジションですか。いや、僕は一番じゃなくて、はい、ディフェンスっていうポジションを作ってました。オフェンスに参加しないってことですか。オフェンスは、あの、来たら、ボールが来たらシュートを決め切るっていう、そこだけやって、はいはい、もうディフェンスとして出てました。オフェンスには参加してなかったです。それでもやっぱりもらえる。もう信頼されてたってことですよね。もうディフェンスで、そうですね、もう起用されてる感じだったんで。運動神経が高くなかったんで、はいはい、その中学校まではガードみたいな一番で行けたんですけど、はい、高校になると身長が165しかなくて、はい、でそこまで運動能力も高くなくて、でガードを始めたのが中学校からで、なんかセンスの部分もなかったんで僕はガードの、ってなるとその高校から、まあ、強豪校っていう、まあ、地元の強豪校だったんで、それなりにガードとして優秀な人が集まって来てたんで、ガードとしてその勝負したら、まあ、自分は出れないだろうなっていうのは分かってたんで、なんでなるべく競争しないようにディフェンスをやってました。それで出れるってすごいですね。もう強豪校でもうアピールですね。ディフェンスを大事ですよね、そういうね、自分にしかできないそのあれを作るっていうのは、うん、1個作るっていうのは大事だと思う、うんうん、あれガリチブエさん参加できないですよね。電波
きます。クリスさん、ヒロさんとコラボしてほしいです。あ、すいません。あ、でも DD さんね、クリスさんと1対1やってましたね。クリスさんと1対1させていただきました。あれは面白かったですね。と思いましたもんね。クリスさん、でかくないですか？めちゃめちゃでかいです。ボールこう持ったこの高さがえぐかった。本当そうなんですよ。絶対ありえないじゃないですか、あの、もう。お互いが、その、お互い、なんていうんですかね、クリスさんは絶対あそこからスタートすることないし。ああ。だから、お互いこう、苦手な、こう、ところをやっていってるんで。面白いですよね、そういうのも含めて見ると。変わります。めちゃめちゃやりづらかったです。あの、俺、ダンクえぐいと思うんですよ、普通に。あの、がっつりやってる選手だったらわかるですよ。あの体格で。でも、そんな、ガチガチにやってる。このダンクは俺やべえと思ってるね、クリス。もう、クリスじゃないから。ん？そもそもクリスさん日本人じゃない。日本人であれは きついよね。なかなかいない。うん。腕の長さも違いましたね。身長関係なく普通に身体能力高い感じしますよね。します。その身体能力高いと思います。あの、それのなんか、企画で、コラボさせていただいたんですよ。はい、今、早稲田の方が、この AI を駆使した、なんか、アプリを今作ってるっていうので、で、選手の、この基本的な身体能力の、を数値化するっていう AI のアプリなんですよね。それを開発してて、で、その身体能力測定と、それを広めるっていうので、説明とか、そういうのをやるっていう動画を撮るために、こう、コラボしたんですけど、もともとは。で、なんでなんか、クリスさんの身体能力とか全部測ったんですよね。はい。だったら、その、例えばセンターでクリスさんは、この能力はすごい高いけど、ここは足りてないよね、みたいな。のとか、僕だったらディフェンスが得意な人っていうのは、この能力はすごい高いけど、でも逆にここは足りてない、みたいな。で、そういうのがなんか、こう、カメラを向けたら、なんか、それでわかるような、そのシミュレーションを、してたんで、ちょっとそのアプリが7月リリースって言ってたんですけど、まだちょっとリリースされてなくて、うん、もしされたら多分僕もスクールとかで、その子供たち一人一人をそれで数値化全部出そうと思ってるんで。うん、すごい。練習の。めっちゃおすすめだと思う。あれで。そうなんですよね。DD さん。僕はちなみに DD さん、そういうこと言うんじゃない。これはバスケ好きの人たち、多分僕のフォロワーさんだと思うんですけど、僕の若いんですよね。なるほど、はい。言っちゃうんですよ。これはバスケ間違いない。 DD さん若いっすね。若いんですよね。小学生中学生とかなんで。すごいっすよ。DD さん、すごいですよね。DD さん、有名になるためにこれからも頑張りますって聞いてます。ありがとうございます。すげえ。DD さん頑張るじゃなくて、僕頑張りますっていうめっちゃファンですね。ありがとうございます。ありがたいです。皆様は、TikToker なんですか？そうですね。一応全員、DD さんも が一番フォロワーがいて、かなり有名で、小さな。自分一応やってるけど、そんなで言ってますね、多分。この質問してくださってる方、はるきくんですね。はい、あれはるきくんってあれ、有名な方ですか？そうです、そうです。あれあれね、あの方も。バスケあるあるの。そうです、そうです。なんか下手そうなのに。あ、
やつ。バスパン。あ、そうです、そうです。めちゃめちゃ上手です。ディフェンスデザイナーやりて、対戦したいってことかな。来るんですよね。すごいコメントに来るんですよね。DM にも来ますね。あ、マジですか。1対1したいっていうコメントがすごい多いですね。ああ。1対1だけじゃないですからね、ディフェンスは。そうなんです。そうです。絶対 DD さんのディフェンスって、まあ、前から言ってるんですけど、5対5の方が発揮されるじゃないですか。そうですね。僕は1対1が苦手なんで。ですよね。10人の中のディフェンスの方が多分エグいと思うんですよね、絶対。DD さん。僕はそれが好きなんで。うん、あと、一番ディフェンスというか、1戦目が一番簡単だと思ってるんで。一番難しいのって多分3戦とかだと思うんですよ。でもそれを言えるっていうのは結構やっぱディフェンス模範、うん、だったんで、ま、今言ってくれたことは分かるんですけど、はい、でもなかなかそれ言えないですよ。3戦1戦が一番だ、大体みんな1戦嫌がる。3戦は結構あの気が利く人とか、全部見れる人じゃないと、多分、できない。自分の点数ってよりかは、もう全体のフォローしつつってこと。そうなんですよね。確かに。そうだね。変わってきますよ。うん、本当に。うん。すごい。本当、2戦、3戦の動画とか撮りたいんですけど、見たいっすよ、マジで。難しいだろうけど。いや、多分、ただのストレスでしかないと思う。多分、相手に D1 人いるだけで、あと4人が、まあ、フラットに来た選手であれば、DD さんのオフェンスから、ただの、もう、あれだけの。なんか、音声が切れんだよな。ガリチ病害しだ。マジで？うん、今は聞こえたけど。あ、なんかシューターの方とかを止めるってなった時に、うん、よくシューターに打たせるなっていう指示とかを出すと思うんですけど、うん、僕がこうやってたのは、そのシューターにパスを出してるキーマンがいるんですよ、その1個前に、うん、その子にパスが行く回数を減らすとシューターの打つ回数が減るっていうのがあって、うん、そのどの選手がそのパスを担ってるキーになってる選手かっていうのを見つけ出したら結構簡単に崩れたり、あとはその誰がそのチームをコントロールしてるのかっていう、結構得点能力が高い選手がコントロールしてるわけじゃないケースが結構あるんで、僕はそれ結構見て、うん、自分で判断してマークも勝手に変えて、でそこを持たせないようにして自動的にもう崩すっていうのをやったりしてましたね。そこがチームスポーツの面白いとこっすよね。面白い。気づかれないのが一番強いなって思いますね。ああ、そうですね。その例えば打たせるなみたいな指示を出したら、その打たせないようにしようとしてることが分かっちゃうんで、駆け引きには負けてるというか、うん、相手からしたらシュートを打つ回数が減ってることがそもそも気づけてない状態でじわじわ減っていってるみたいな、で得点がなぜか伸びてないっていうのはその原因が分かってないんで修正ができないんで崩れていくみたいな、うん、は理想としてます、うん。なんでうまくいかないかぐらいとか、シュートタッチが悪いとか、今日調子悪いなって言い出したらすごい僕は嬉しい、勝ちって。そうですそうです。原因が分かってないくて、その抽象的な原因のせいにし始めたら僕はすごいもうこれは大丈夫だなって思います。ああ、確かにな。こんな感じでした。
シュークリームをきれいに方法を教えてくれる。難しいものだと思うんですけど。シュートフォームをきれいにする方法を教えてくださいってことですね。誰かいい答えを。何だよ。これね、僕の動画にもね、ちょくちょく来るんですよ。ありますよね。はい。シュートフォームのきれいって、その、きれいの概念、なんすかね、その、定義が人それぞれ違うんで。そうですね、範囲が違う。はい。で、シュートフォームが綺麗で確率がじゃあ 10% でいいんだったら、みたいな、ちょっとあるじゃないですか。うん、そうじゃないしなっていうのがあるんで。難しいですよね。はい。しかも、綺麗って言われると。そうなんですよ。何を持って綺麗とするか。別汚いシュートフォームでもバシバシに入る NBA 選手いっぱいいますね。そうだ。髪と。難しいっすよね。もう自分のシュートフォームを見つけてくださいっていうしかない。だからそのシュートフォーム大事な入るためのボールの感動として大事なことはマスクのことだったりバックスピン3回転以上をかけるとか、うん、アーチの高さとかそれをクリアできたらどんなフォームあーなるほどね。だけだと、綺麗なフォームがいいシュートだって、そんなわけじゃない。そこに関わる必要はないかな。音声結構途切れちゃって、言いたいことは分かった。音声途切れまくってたけど、言いたいことは分かった。で、一回。うん。皆さんが思う最強 NBA チームを作ってください。ちょっとだるいですね。皆さんが思う最強 NBA チームを作ってください。DD さん NBA 見ないし、ね。そうですね。チーさんが思う。うん、僕もまあめっちゃ詳しいわけじゃないですからね、NBA。最強って言ったら変だよ。最強。現代寄りにならないですか、でも今最強って考えると。ああ、まあ、そういうことですね。今、現役のってことですかね。これは飛ばすか。ごめんなさい。はい、だけど、ちょっと時間かかっちゃうんで、これはまた、Tさんの動画で、TikTok の。あ、僕なんですね。NBA を見てみて、NBA チーム見てもらえれば。スピードのある選手に対してのディフェンスのコツを教えてください。これ結構、スピードのある選手に対して、ディフェンスのコツだそうです。はい。スピードだけ下がればいい。え、何？スピードが下がる。ああ音声入れる調子悪いですね、音声ね。そうですね。スピードだけだったら下がればいいってことですよね。そうですね。スピードだけ。プラップチャンパー、それこそミドル、ペン、外にあるんで、うん、っていうのが出てきた。スピードがあって、ゴールのレイアップとかからの発生であれば、もう下がる。シュートレンジが広い選手がスピードがあるのかどうかで変わる。シュートがないので、また変わってくるってことね。変わってくる。DD さんは どうですか、スピードのある選手に対して。僕は、これ、僕、結構ディフェンスのこういうタイプの質問来たことがあって、その、ガードでスピードで運んでくるタイプの守り方のことを言ってる場合もあるんで、ちょっと2つ、ハーフコートでスピードがドライブが速い選手と、ボール運びでスピードで運んでくる選手に対して守り方
をこうお伝えするとしたら、オールコートだったら早めにピックアップして一緒に下がるっていうのをやってました。例えばコートがあった時に、まあ、ここら辺からリバウンド取るかスロー、まあ、スローインしてこう入っていくじゃないですか。はい、あ、これちょっとあれですね。この時にもうここら辺でついて、でもこの距離感は保ちながら一緒にこう下がってくるっていうのを、うん、チームはハーフコートディフェンスの指定だったとしても、このキーマンのガードがトップスピードでボールを運んでくるタイプだったら早めにすでにピックアップしといて一緒に下がるっていうのをしてました。それはあれですか、気持ちよくボール運ぶですか、それスピードをちょっと落とさせるっていう。それは2つ両方あるのと、あとはスピードに乗らせないっていうのが一番ですね。例えば相手がトップスピードになってて自分が止まってる状態で一歩出したら絶対に間に合わないんで、ブロッキング、よくてブロッキングになるしかできないんで、相手をスピード減速させつつこっちは加速して同じスピード感でディフェンスをつかないといけないんで、ってなると早めにここら辺でピックアップして、で自分は下がりながらスピードをつけて、オフェンスにはスピードつけさせないようにここで守っていって、このスリーポイントラインの1メートル上、できればここでもうステイ止まるのが理想ですね。なるほど。結構あのパス速攻とドライブの速攻の2パターンがあって、うん、パスで展開、まあ、繋いで速攻するチームと、1人キーマンガードがいて、そのガードのトランジション切り替えが早くて速攻につなげるパターンのチームがあって、大体1人、まあ、キーマンのガードがトランジションを早くしてドライブで攻め切ってパスでビッグマンが走ってみたいなパターンのチームだったら、この早めにピックアップ、1人は早めにピックアップさせて残りは全員ハリバックさせる、するだけで多分20点分ぐらいは多分抑えれると思う。そうです誰ですガリッ確かに。でもちょっと勇気がいります、あの一戦で距離詰めるって。まあ俺一戦のディフェンスやったことないからよくわかんないけど、2メートルぐらい離れてて大丈夫です。あ、早めにピックアップするときは、うん、あ、そうなんです。 3メートルぐらいでも、うん、そうです、絶対抜かれない距離でも早めにピックアップして疲れてるっていうを意識させるのが重要ですか、ね、そうか、そうか。ハーフコートだったらシュートがなかったら下がってて大丈夫だと思う、うん、そんなベタベタに打たなくていいってことです。それもパターンによって結構分かれるんですけど、うん、シュートがないんだったら下がってて